はい、6月の上旬になりまして、あと1ヶ月ぐらいしたらこのニンニクですね、収穫時期になると思います。で、今日は実はですね、この一月前に早く抜いてみたいと試しにそう思いまして、何本か抜いてみます。どうなってるのか、まだ花茎ですね、いわゆる、ニンニクの芽は出てきてないんですよ。で、ニンニクの芽が本当にちょっとだけ見えてるのがあるぐらいですよね。ニンニクの芽がこんな感じでこのぐらい出てるぐらいで、ちょっと抜いてみたいと思います。はい、ではちょっと抜きますね。あ、こんなもんですね、このぐらいのやつ。あ、もう匂いはします。で、ニンニクの花茎はこのぐらい出てますね。花茎はこれだけ出てるんですけど、はい、まあ、ちょっとこれ試しに食べてみます。もう一本ちょっと抜いてみますね。これ大きくなってないですよね。はい、やっぱり花茎が出てからじゃないとこのニンニクは大きくならないと思います。はい、こんな感じです。はい、ちょっと試しにちょっと剥いてみますね。ちょっと切ってですね、葉っぱをちぎって、こんなくらいですね。中にはちゃんと粒になってると思うんですよね。中の粒を後で見てみたいと思います。で、これをね、根を切りますね。中身を見てみます。なんかラッキョウみたいですね。ラッキョウだな、これ随分小さくなりましたね。うわー、あるのかな、実があるのかな。え？ああ。ちょっと手を切ります。まあ、このくらいの小さいニンニクですね。粒が、これはちょっとこのまま食べても美味しいかもしれないね。これ完全にニンニクの匂いはします。ちょっと後で食べてみます。後でこれ食べてみます。先ほど取ってきた早めに収穫してみたニンニクです。これ今日ちょっとね、剥いて食べてみようと思いまして、いきます。本当に小さいね、超ニンニクになってます。Thank you.
撮りました。かなり小さいニンニクの粒なんですけど、これをとオーブンで焼いてで食べてみます。